皆さん、こんにちは。再びミュージックスクールギター科講師の竹津でございます。今回はエレキギターにおけるタッピングというテクニックを皆さんと一緒に練習してみようかなと思います。タッピング。ライトハンドとも言われるテクニックで、右手の人差し指とか中指でこの弦を弾いて音を鳴らしていくテクニックです。1980年代前半とかに、エディ・ヴァンヘイレンという人がこういうタッピングを大々的に。なんていう感じで、バリバリライトハンドを使って、タッピングを使って、有名にしていったような奏法でございます。ちょっと難しいんですけれども、今でもたまに使ったりとかするので、ぜひとも覚えておきましょう。では、まず右手の使い方からいってみたく思います。右手。人差し指でも中指でもどっちでもいいんですけれども、とりあえず今回はピックを持たずに、人差し指でいってみましょう。人差し指でこの2弦、1弦の12フレットをバーンとこう叩いてみてください。うまくいくと、こんな感じで12フレットの音が鳴ると思うんですが、この動きがすごいゆっくりだったり遅かったりとか、あとこの着地地点が12フレットからずれたりしてしまっていると、うまく音が鳴らないので、素早く軽く、そして正確に12フレットを狙って、バチコの音、人差し指を落としてみてください。で、このときにまた気をつけたいのが、腕全体を使って大きくバチコンと行くんじゃなくて、できるだけコンパクトに小さく12フレットに行くということです。ちょっと僕の右手を見ていただければ分かるかと思うんですけれども、人差し指以外が動いていないのが分かりますでしょうか。もう親指はネックの上に乗せてしまって、右手全体を安定させて、指先だけでこのタップをしていくと。こんな感じです。で、もっと言うと、この右手の腹のところで、この低音弦側に軽く触れておいて、もし違う音が、違う音を引っかいちゃったとしても、違う弦を引っかいちゃったとしても音が出ないので、こんな状況を作っていただけると、なお完璧という感じです。12フレットの音はしっかり出るけれども、その他の弦は鳴らないと。なぜなら、この手首で押さえているから、ミュートしているから、ババン、そんな感じでございます。で、これがうまくできたら、その次は、プリングをしてみましょう。人差し指を下にずらすか、もしくは上にずらすか、どっちかにずらしてプリングをしていきます。僕は上の方でプリングをすることが多いんですが、これはやりやすい方で大丈夫です。ちょっと両方試してみてください。上に行くバージョンと、下に行くバージョン。どっちかやりやすい方があるはずなので、ちょっとそちらで練習してみましょう。で、12フレットから軽く、弦を引っ掛けるような感じでプリングをして、1弦の開放を鳴らすと。こんな感じです。このプリングするときも、人差し指が大きく動いてしまって、とか、こんな感じになってしまわないように、弦落ちしてしまわないように気をつけてください。ちっちゃく、軽く弾くような感じで、ずらして、指をずらして音を鳴らしていくと。で、これがうまくできたら、ちょっと連続してやったりとかしてみましょう。ほらほらほらと。で、ちょっと練習がてら、上バージョンを練習したら、下バージョンも練習してみると。で、中指でも上バージョンと下バージョンを練習してみるみたいな感じでしょうか。こんな感じで、ピックを持っているか持っていないかでも違い、やり方が違いますし、上か下かでもやりやすさが違ったりとかするので、一通りやってみるといいかなと思います。人差し指の上バージョンと下バージョン、中指の上バージョンと下バージョン、そんな感じでしょうか。で、この右手のフォームを崩さずに、なんとなくタッピングができるようにできたら、左手の動きも加えていってみましょう。そうだな。じゃあ、最初にこのフレーズやってみましょうか。なんか音がいっぱいあって、すごい難しそうな感じがするんですけれども、コツをつかめばすごい簡単です。まず12フレット、1弦の12フレットを中指、もしくは人差し指でタップしますよね、ポンと。で、また同じように、上から下にずらして、1弦の開放にプリングをして、左手で1弦の5フレット、7フレットをタッピングしてみましょう。タッピングというか、ハンマリングですね。
タッピング開放57、タッピング開放57、タッピング開放57、こんな感じです。まあ、簡単に言えばこれをひたすら速くしていくだけなんですが、ちょっとこうね、右手とこの左手のこの歯車がね、最初はなかなか噛み合わなくて、ガコガコガコ、おお、動かねえってなったりとかするんですが、意外とこの噛み合わせがうまくいくと、すごい簡単に速くたくさんの音を鳴らすことができます。まあ、初めてやる方でも多分30分ぐらい、なんかこう、わーっと繰り返していくとコツがつかめるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、そんな難しくはないので、ぜひともチャレンジをしてみてください。なんかこうコツとしては、右手と左手の動きが連動するような感じです。さっきも言ったとおり、この右手の歯車が動いてから、左手の歯車が動くじゃなくて、なんかこう一緒にこの歯車を動かすような感じですね。左手でタッピングして、プリングしている間も、このハンマリングの準備が整っていて、で、このハンマリング、左手がハンマリングしている間も、右手がタッピングする準備が整っていると。そんな感じです。で、これがうまくできたら、弦を変えたりとかして遊んでみましょう。今は1弦でやったので、今は2弦で。で、3弦で、4弦、5弦。なんていう感じで遊んだりとかすると、面白いかなと思います。まあ、タッピングのやり方としてはそんな感じです。あとは、まあ、その組み合わせで、その、なんてやったりとか、なんてやったりとか、あるんですけれども、まあ、この組み合わせが違うだけ、ポジションが違うだけでやり方としてはそんなに変わらないという感じです。とりあえず、まあ、初めてタッピングする方はさっきやったこのフレーズを素早くやるところからスタートしてみてくださいませ。これができれば、どんなタッピングフレーズが来ても、そんなに苦労はしないかなと思います。あとは、その人差し指と中指をこのダブルで使ったりとか、薬指を使ったりとかする、こういう。タッピングもあったりとかするんですが、この辺はすごい超一部の人が使うだけなので、ちょっと今回は紹介はしません。とりあえず、人差し指1本だけ、中指1本だけ、そんなタッピングを覚えていただけるとすごく嬉しいなと。いう感じでございます。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。さよなら。